しよう。頼まれちゃった。伊藤、お腹が痛いよ。大丈夫、大丈夫ですよ、あがり姫子。落ち着いて、大きな声でこう言うの。六弦の体育は体育館ね、簡単でしょ。できるだけ物おじせずはっきりとですよ。そうよね、聞き返されないよう大きな声で。パッ！パッ？